では始めていきます。L、3最適タキストロンですね。あの、最大流の話をずっとしてまして、まあ、あの、前半が最大流で、後半が最小費用流て形に、まあ、なるんですけども、この最大流の話、あと2回ありまして、あと2回このプッシュリラベル法というものをご紹介するということになります。で、まあ、これがですね、まあ、こういう言い方するとちょっと語弊があるかもしれませんけども、あの、まあ皆さんがその実装するとかっていうことを、 なんかするとき、その、まあ、最大流問題に対して、あの、選ぶアルゴリズムの選択は、おそらく、プッシュラベル法になるでしょう、というものです。で、あの、色しやすい、と思われる、<laughs> 思われる。これも主観的なんで思われるなんですけども、思われるってことと、あの実際に、えっと、割と早く動く <laughs>、っていうところがあると。で、まあ、あの、あとですね、すごく、あの、いろんなところに、あの、皆さんの工夫を入れる、 ことができる余地があるっていうのもそうで、まあそういう話はもし次回、時間があればしたいんですけども、どうも時間なさそうな気がするというのが残念なところなので、まあそういうところはですね、いろんな文献で、あの、興味があったら調べていただきたいんですけども、まずあの重要なのは何かっていうと、えっ、ー、と、この資料ちょっと先ほど、ちょっと10時4分とかでちょっとあの、えっ、ー、と、更新して、ちょっと先ほど見直していったら、えっ、ー、と、 完全に間違っている部分があって、これはもう完全に間違っているんで、これはもうあの取り除くしかないと思って完全に間違っている部分が取り除きました。で、それがなんでそういうことが起きるかっていうと、まあ、いろんな本とかですね、論文を見てですね、ここはこういうふうにすれば簡単だよとかっていうことが書いてあることを、えっと、まあ自分なりに考えて簡単だと思って書いたら全然間違っていたと。で、そういうことは、あの、こういうなんか数学っぽい話ではよくあって、なんか簡単とか書いてあることをうのみにして簡単だと思ってやってると、なんか、 勘違いして間違えるということがあって、まあ、そういう、ま、次回も込めて、あの、今、次回込めてい修正するっておかしいですけども、まあ、だから、あの、今修正しましたので、えっ、ー、とふ、例えば、あの、昨日とか、まあ、あるいは今日の朝、早く、あの、ダウンロードしたとかって方は、あの、もう一度、あの、見直してい,い、入手し直していただきたいということになります。で、えっ、ー、と、どういう話になるかというと、えっ、ー、と、あと2回ですね、この、 今回と来週、このプッシュラベル法の話をして、今日はそのどういうアルゴリズムなのかってことをご紹介するということをします。で、まあ、実際最初にこれ、あの、止まるんです。これ、これ、必ず止まるんですけども、えっと、その計算量の評価を次回行うということにしたいと思います。でですね、えっと、ここまでの話、まあ、最大流問題というものがあって、増加動法を があって、まあ、それを元に今まで話をしていて、えっと、前回この容量スケーリング法って話で、その前はこのエドモンズカープのアルゴリズムって話をしていたんですけども、ここら辺はその全部この増加動法っていう、そのフォードとファルカーソンが作った枠組みに沿ってるわけです。で、今日やるそのプッシュやべる法っていうのは、ゴールドバーグとタージャンっていう二人の人が開発したものなんですけども、これ88年ぐらいの話で、これはですね、えっと、全然違う発想です。で、増加動法ではない。 ものです。で、いろいろな特徴があるんですけども、まあ、その特徴は、まあ、そのアルゴリズムを見ながら考えていくということになります。で、その前にですね、一度ですね、あその線形計画法の話をちょっとしておきたい。で線形計画法を通して、このプッシュリアベル法っていうのをご紹介するって形になります。で、そのために、まずその増加動法を今までやっていたわけですけども、増加動法を線形計画法で考える。何回か前の時に、その、 最大流問題そのものっていうのを線形計画法を通して見直すってことをやったんですけども、実はこれ増加動法っていうアルゴリズムも線形計画法を通して見れる。あ、それは言い過ぎですよね。増加動法の時に使った補助ネットワークっていうのがあるんですだ。だからそうか、だからそういう意味では、ちょっとこれは、あの、セクションタイトルがあんまりよろしくなかったかもしれませんけども、増加動法ではなくて、補助ネットワークですね。補助ネットワークを線形計画法とか線形計画問題の枠組みを見て、扱って考えてみるということをしたいと思います。 で、えっと、これは、えっと、最大流問題と、その相対問題を、その線形計画問題として書いたものでした。で、えっと、今日考えたいのはですね、双方性定理です。あの、何回か前にやったときは、その相対定理っていうのがあって、それが重要な役,役割をしていて、この相対問題っていうものと、えっと、容量は最小の ST カットを見つけるっていう問題が、まあ、すごく関係あるんだよって話をしていたんですけども、えっと、 選挙計画法の復習の時にですね、この総合性定理っていうのもご紹介しました。で、総合性定理何だったかっていうと、それはですね、思い出していただくんですけども、その総合性定理を使うと、この最大流問題とその相通問題に対しては、ここに書かれているようなことが成り立つということがわかります。これはちゃんと導出するべきなんですけども、ちょっとそれをやるとちょっと時間がないので、皆さんは、その、えっと、復習をした時の総合性定理をじっと見,見ると、この p という線形計画問題とその相通問題からここに書かれている形の命題が得られるということをまあ確認していただければよくて、これ実際正しいはず。<laughs> ここも間違っているかもしれないとかっていうのは怖いんですけども、たあの,あの,あの,あの正しいはずですで。何かというと、どういう定義でやったかっていうと、まあ、この p という問題と d という問題の、まあ、あの、なんていうの、最適解。 F が P の最適解で Y、YZ ですね。この、これあの D の方、相当問題の方は Z というのと Y というのは変数なんですけども、それらがその D の最適解であるための必要十分条件を与えているのが相当補正定理でしたと。で、何だったかというと、これ3つ条件があって、まあ、4つの条件があって、1つは、この F がそもそもこの P という問題の許容解であると、ここに書かれている制約を全部満たす。っていうこと。で、Y、Z はこの D の許容解である。ここの制約全部満たす。 っていうこの二つの条件。の他に、ここの二つ書かれて、これ、相互性条件と呼ばれるものなんですけども、これは、まあ、式になっていると。何かっていうと、fuv と zuv マイナス yu プラス yv が0になると。何を言ってるかというと、えっと、これ、制約見るとですね、ここの部分にその ya が0以上っていう制約と、えっと、zuv が yu マイナス yv 以上って、こういう制約があるんですけども、この左辺ですね、この左辺、まあ、この、この、 えっと、総中の方、これ左辺って言ってますけども、まあ、これ、あの、えっと、書き換えると、zy、いや、zuv-yu-yv が0以上って、これが同じないんですけども、うん、ま、この左辺ですね。この左辺同士をかけると、必ず0になるという、いうのが、まあ、この、上に書いてある総合正条件です。で、下の方も、まあ、同じ、これな、何か2つかけると0になると言ってるんだけども、これはどこを言ってるかっていうと、えっと、これですね。 えっと、fu, 小なりイコール yu っていうのと Z U、zu, あ、じ za が0以上っていう、ここの、えっと、左辺なんですけどこれ左辺って言ってるのは、この p の方は、これ書き換えると、ua-fa が0以上という形になっているということですね。だから、この0以上も、0以上のもの同士をかけると、0になると。いう形のもの。 ですね。で、これが、ま、すべての A に対して成り立てるこ、こんな感じですね。で、これが、相互性条件だったということです。で、相互性条件が、定理。があって、必要十分条件、同値になってるっていう話だったわけですで。実はですね、この相互性定理っていうのが、この補助ネットワークと深い関係を持ってるってことを、まず考えたいというわけです。で、どういうことかというと、今ですね、例えば、これ、えっ、ー、と、ここに書かれているような、 これ左側、これはあるネットワークにおける、えっと、ST 流です。で ST 流があって、その ST 流に対する補助ネットワークを右に書いてます。で、ここで、今、あの上に書いてあるのは、先ほど言ってた、この、相補性条件二つです。で、これがですね、えっと、ここの、この、えっと、補助ネットワークにおいて、なんか、どのような、あの、ことを、あ、どういうふうにうかな。この補助ネットワークと、この相補性条件どう関係するのかという,いうこと,いうことを考えましょう。 で、補助ネットワークはどういうふうに作っていたかというと、なんか元々のそのネットワークのこの上になんか流れていたら、その流れ方に応じて、えっ、ー、と、まだ流せる量を表すような順向きの子っていうのがあって、えっ、ー、と、戻すことができる量を表す逆向きの子っていうのがあるという話だったわけです。でそうするとですね、例えばですね、今このえっと右のえっと補助ネットワークを見て、この順向きの子を全部見てみましょうと。 これ、純向きの子です。これ、全部純向きの子を書いてます。で、純向きの子があるってことは、どういうことを言ってるかっていうと、例えば、この S から V 値に純向きの子があると言ってるのは、どういうことかというと、えっと、まだ、ここの、えっと、S から V 値にまだ、えっと、もっと、流せますよってことを言ってるわけです。あ、今、このみ左に書いてあるのは、ここに書いてあるのは、これは今、流量じゃなくて、これは、先ほどの、えっと、言い方で言うと、あの、相追問題の変数 Z の値を書いてると思ってください。で、これがですね、0にならなくちゃいけないってことを今から言います。 なぜか、今これ純向きの個があるってことは、ここまだ流せるわけです。流せるってことはこの、この S から V 1に向かって流れてる量は、両量に達していないわけです。だから両量に達していないことは何かっていうと、ここの UA-FA っていうのが、これがゼロではない。時にまだ流せるわけです。その子の上を。で、そうするとこの消耗税条件が成り立つためには、この子 A において、この ZA がゼロになっている必要があります。 つまり、順向きの子があるところの、えっと、相通変数の値 z、z の値っていうのは0じゃなくてはいけないということが、この相互性条件が成り立つと仮定すると言えます。今か、何をしてる方ちゃんと言っていかないけないんですけども、今ですね、この、えっと、そうです。だから、えっと、何を言おうとしてるかな。だから、相互性条件が成り立つとすると、すると、 この補助ネットワークの順向きの項を見ることによって、元のネットワークのその順向きの項があるところの Z の値が0でなくてはいけないということがわかるとなります。で、それがですね、これたくさん順向きの項があるので、その順向きの項に対応するところが全部その相対変数 Z の値が0になるということがわかるということになります。で、これがですね、その順向きの項がまあ表していることとの相互性条件と一緒になんか表していることになるということになるわけです。 じゃあですね、逆向きの項は何を表してるんでしょうということを考えると。そうするとこんな感じで、これも逆向きの項はあるんですけども、逆向きの項はあるってこということはないかっていうと、元々のネットワークによってそこの項の上にはある量流れていることを言ってます。ある量流れてるから戻すことができるわけです。で、それはですね、この相互性条件においてこの上の方ですね、上の方の条件のこの FUV っていう部分、これがゼロではないってことを言ってるわけです。 u から v に向かっているこの上に何か流れているってことは fuv は正である。0ではないと言っています。ってことは、この総合正常期になったと仮定すると、この zuv マイナス yu プラス yv が0である必要があります。zuv マイナス yu プラス yv が0である必要があります。で、これは書き換えると、zuv イコール yu マイナス yv と。まあ、こういう形になるわけです。 つまりなんか U から V に個があるんですけども、それと逆向きの個が、えっと、え、補助ネットワークにある場合には、この等式で成り立てない,ないといけないということになります。で、まあ一応相対の変数は、えっと、T においては1だったので。ので、そうすると、今ここのその、えっと、T から V 2に逆向きの個があるので、V 2から T に向かってる個、 を uv だと思うと、で、先ほどですね、この v2 から t に向かっている個のところ、これはあの、順向きの個があるので、z の値は0だというふうに、今これ、決まってました。だから、この左辺これ、0なんです。ってことは、この yu と yv これ、等しくなる必要があります。v2 における y の値と t における y の値が等しくなくちゃいけなくて、えっと、そう、い、もう、1だった。ちょっと、忘れてくかもしれないけど、驚ると、これですね。あ、すみません、0だった。 あ、しまった。これは逆のことをやってるんです、すこれは、えっと、今あの、今言ったことは忘れて、<laughs> すいません。逆のことやらない。すいません。忘れないんだけども、あとでは、あで思い出して、先にやらなくちゃいけなかったのは S に最後でした。すいません。こっちですね。S、もう一度言い直します。えっと、今、じゃあこれ、別の項を見ましょう。S から v ンに向かっている項を見ましょうと。で、同じことやると。そうすると順向きの項があったので、この S から v ンに向かっている項の上の Z の値は0です。 だから、この z は0なので、yu と yv 等しくなくちゃいけなくて、つまり、えっと、ys と yv3 が等しくなくちゃいけませんということになります。で、で先ほどの相対問題の、えっと、制約から、ys っていうのは1だというふうに決まっていたので、それを、まま、守,る守るとすると、えっと、相助補正条件も満たすと仮定すると、v3 における y の値も1でなくてはいけないということがわかるということになります。 で、そういう場所が、この順向きの子があるところにたくさんこれあるんですけども、そういうことが全部言えると、えっと、この、頂点の上に書かれている、この紫色の文字がその Y の値を表しているというふうに思うんですけども、ここら辺のその頂点のえにおける Y の値が全部1じゃなくてはいけないということが言えます。で、そうすると、本来、この書いている Y とか Z っていうのが相対問題の境界であるとするならば、この、 t における y の値は0でなくちゃいけないんだけども、そうなっていない <laughs> ということになります。つまり何を言ってるかっていうと、もともとなんか流れていて、そこ流れているものから相互性条件を満たすように、y と z というのを作ると、ここに書かれているようにならざるを得ないんだけども、これは相対問題の境界ではないということになります。だから今何をやったかっていうと、p というその元の問題の境界 f、 から、相互性条件を満たすような y と z を作ったら、そこから得られたものは相対境界になりません。ってことが分かったと。で、これは何を言ってるかというと、先ほど相互性定理っていうのは、相互性条件とそのプラス f が p の境界であることと p とてその種問題ですね。境界であることと、z と y が相対問題の境界であるってことが、最適解であるための必要十分条件だという風うに聞いたわけです。 だけども、ここでは、その F の許容性と相互性条件っていう3つの条件を満たすような相追問題の許容解のようなものを作ったら、実は相追許容会ではないって言ってるんで、ここで初めに考えていた F っていうものが最大流ではないということがわかります。で、それは今までの我々の言い方で言うと、この、えっと、補助ネットワークにおいて S から T に増加度がある。 ってこととまあ関連してたわけです。で、それは実は今、その、この、総中協会、総中協会のようなものを、その Y と Z、総合性条件を満たすような Y と Z を作る作り方をじっと見ると、実はこの増加度があるってことと、対応してることがわかるんだけども、それを説明する時間はないし、実はそれはあんまり私は準備してきてないので、まあ言わないと。だからまあ、今お伝えした方は何かっていうと、その、総合性条件と、えっと、F が、 えっと、ST 流であるとていう条件からなんかその相互性条件を満たすような Y と Z は作れる場合があるんだけども、それが相対問題の境界になるかの、えっと、必要はないわけです。で、もしそれが偶然相対問題の境界になっていたら、相互性定理から今考えていた ST 流 F というのが最大 ST 流であるということが言えるっていう形になります。で、ちょっと考えたいのは何かっていうと、今ですね、えっと、よだから今,今のようにですね、その、 の、のことを一般的に言います。何かっていうと、今、まあ、ネットワークがあって、まず ST 流 F があるとしましょうと。で、ST 流 F と相互性条件を満たすような Y と Z を今持ってきます。先ほどの、その、増加、えっ、ー、と、補助ネットワークを見て作ったように。で、そうすると、この時に、えっ、ー、と、何が言えるかっていうと、もともと補助ネットワークにおいて増加動が存在すれば、 実は今作ったような Y と Z っていうのは相対問題の強化じゃないということがわかります。で、これは実はこの式だけから見てわかることになるということをちょっとご紹介したいと。 で、これも間違ってる可能性あるんだけども、これさっき見,見直したときには間違ってなかったはずなので、ちゃんとやっていくんですけども、間違っていったら、これ編集で全部切り落とすということになりますけども、そんなないことを祈りながらやると。で、どういうことかと。これ、まあ、これ外略なので、外略だから間違ってるかもしれないんですよね。これがやば,やばいんですけども、あ皆さん後でちょっと確認していただきたいんですが、今ですね、えっと、家庭は補助ネットワークにおいてどうかとか存在するというふうに言ってるわけです。だから今、その中 S から T に向かって、まあ、ここでは、えっと、個の数が3の、えっと、 増加度があるようなイメージ図を書いてます。で、まあ途中の頂点、今 V と W というふうに呼ぶというふうにします。で、考えたいのは、まあこの、このような状況から、この双方性状況を満たすような Y と Z を先ほど作ったわけです。で、その Y と Z の値は、なんかこの元々の、今ネットワーク上に書こうとしてますけども、えっと、頂点のところに書いてある、このえ、えっと、文字が表しているのがその Y の値。その頂点における Y の値。 で、この上に書かれているのがその子における Z の値だとしましょうというふうに考えると。で、そうすると、えっと、今この向きを見ると、えっと、3つ子があるんだけども、そのうちの2つ、初めの子と最後の子は順向きの子で、えっと、真ん中の子が今こう逆向きの子になっているという形になっています。ですかね。で、そうすると先ほど言った通り、えっと、どこ、どっちから先に考えるのかな順向きですね。えっと、順向きの子を見ましょうと。 純向きの項を見ると。順向きの個を見ると、そこは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、補助ネットワークに純向きの項があるわけだから、まだその項の上に流せるだけの余裕があるってことを言ってるわけです。だから、この UA-FA は、その項 A において、えっ、ー、と、0ではないってことになります。だから、そうすると、相互性条件を満たすためには、ZA が0でなくちゃいけないということになります。つまり、この純向きの項があるところに対応する、この Z という変数の値は、0でなくてはならない。 ってことが言えます。だからこれゼロと、これ決まりましたと。まあ、逆向きのところはわかんない。も,もう順向きのところは決まると。じゃあ逆向きのところを見ましょうと。逆向きのところはどうなってるかっていうと、そこは流れてるわけだから、fuv が、あ、その子。だから、今 uv と言ってるのはこの vw じゃなくって、wv ですね。<laughs> u を持って、f、 vw じゃないな。fwv が今、ゼロではない。今、この句を見てます。この句を見てます。fwv がゼロではないという状況が、この逆向きの句からわかるわけです。で、そうすると、この相互性条件を満たすというふうな過程から Z w v、zwv マイナス yw プラス yv がゼロでなくてはいけない。ということになります。<laughs> こうかな 今言ったことを口で,口で言ったことを書くと、えっと、zwv-yw プラス yv は0でなくてはいけないということになります。で、そうしたら、今、えっと、ここから何がわかるかっていうと、えっと、yw イコール yv プラス zwv という形になります。で、今、えっと、 今、これ作ってるですね、作ろうとしている、この、あの、z と y、z ですね、z と y っいうものが、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、相対問題の境界であると仮定すると、この zwv っていうのは必ず0以上になるわけです。だから、これ境界であると仮定すると、この右辺は yv 以上になります。つまり、今、この、えっ、ー、と、v における y の値と、w における y の値を比べると、こういう形の不等号が得られると。 ということになります。いいですかね。で、同じように、えっと、同じようにじゃなくて、だから今、今ここの不等号はわか,かりましたということになります。じゃあ、この、じゃえっと、S、SV と WT のところ、ここはどういう,ふうになってるかっていうと、たった、ちょっと待ってくだすね。これちょっと消したいんですけども。これ消しますね。消してます。今ですね、じゃあ、えっと、この、えっと、 S, s から v に向かっているとここの、この、この子に、えっと、着目しましょうと。で、この子に対して、この、えっと、今考えている y と v, y と z っていうのが、相対問題の境界だとすると、ここの初めのに書かれているこの制約を満たす必要があります。で、えっと、u が s, v が v という役割を果たしているという形になるので、それを書くと、z s, v が、えっと、y s マイナス y v 以上と。 いう形の式が得られるわけです。で、今、えっと、ここの、えっと、zsv は0だっていうふうに今これ分かってるというふうになってるわけです。ってことから、えっと、ここから、えっと、yv は ys 以下。なんかこれは、ま、間違ってる気がするな。なんか、怪しい気がしてきたな。なんかちょっと朝、これ次のページ見ると、 こうなでも、y yv は y, y, ys 以下なんだけども、ここで書かれてるのは ys が yv 以下なんで、なんかおかしいこと書いてるんですよね。さあ、ここで、ま、なんかこの、また、あの、実主研究の間違いが見つかってしまったかもしれなくて、これを書いたときは正しいと思ってたんだけども、もう一度やろうかな。ここは間違ってます ここですかこれが逆ですね。はいだ。よかった。ありがとうございます。すいません。だから、私の前の自分、自分、前の自分は正しかったけど、今の自分が間違っていたので、で、今、あの、直していただいた方で、今言われた通りであります。今、この不等式を書き換えると、えっと、ys が yv かですね。<laughs> なると。すいません。ありがとうございます。だから、えっと、こういう向きになると。<laughs> ということですね。不等式が。 分かった。で、えっと、同じことを WT に対して行うと、ここも不等式が得られるという形になります。で、そうすると全体で1が0以下という不等式が得られてしまうので、矛盾になります。ってことで、えっと、それはつまり、境界であるという過程が間違っていたということになる。ですね。あ、いろいろ書いてあったかなしまった。これを見てやればよっえっと、ということで、えっと、まあ、これが概略です。だから今、あの、状況としては、この S から T に、えっと、個の数が3の、 えっと、増加度があって、その中に順向きのものとは逆にのも,のも,ものがあるんだけども、それをま、たどっていくと、こういうような、なんか不等式が得られて矛盾するっていう形の論法になります。ちゃんと書こうとすると。ちゃんと書くのは今諦めたと。<laughs> だからま、こういうアイデアで証明できますということになります。で、いずれにせよ、何かっていうと、この増加度が存在すると、そこから作ったその相声、相互性条件を満たすような Y と Z っていうのは、相対問題の境界にならないということになります。だから、何を言ってるかっていうと、増加道法、あ、 これて飛ばそうかな。だから、何かっていうと、増加動向ではどういうことになってるかっていうと、えっと、アルゴリズムの中でずっとこの F っていう ST 流を保持してます。それはどういう、その、えっと、線形計画法の言葉で言うと、P という元の問題の、詞問題の、えっと、許容解をずっと保持しているわけです。で、先ほど言った通り、その、 補助ネットワークを見ることによって、それと対になるような、なんか相対問題の境界のようなものを作るんだけども、それは実際は相対問題の境界になっていません。だけども、で、でそれはだから、あの、増加道の見方で言うと、これですね、増加道が存在すると、境界になってない。から、その増加道法でその増加道を見つけてる限りはずっと、その補正条件を満たすような YZ は相対問題の境界じゃないんだけども、実は最終的に、えっと、 アルゴリズムが停止するんですけども、頑張、あの、い、あの、例えばエドボンズカープのアルゴリズムを使えば停止するんですけども、その時には、えっと、相対協会が得られるわけです。っていうのは、なんか、何回か前にやったこと。だから、つまり、その、主、主、主問題の共生と相互性も、相互性っていう条件をずっとアルゴリズムの実行中は満たしてます。その、あの、この、手元にある、y、F と Y と Z っていうのは、 で、最終的に、この Y と Z が相対強制性も満たすように、アルゴリズムはなんか F を更新していくと。F と YZ を更新していくということをします。で、そうすると、この主、共用性と相補性と相対強制性っていう、ここに書かれて4つの、えっ、ー、と、条件が全部満たされるようになったときに、得られているものが最適解であるということが保証される。って形になるっていうのが、まあ、増加同法というものを、 その線形計画法の観点から見直した場合の話になります。ちょっと今はいろんなことをはしおってるからいけませんけども、わかりますかねか気分としては、なんか、アルゴリズムは、ゾカドの方のアルゴリズムは、なんか F っていうものだけをなんか見てるような気がするんだけども、その裏に、総地問題の協会のようなものも持ってますと。で、それは、えっ、ー、ときょ、本当は協会じゃないんだけども、この、えっ、ー、と、相互性条件を満たすようになんか、 え、Y と Z を作ってるような気分でいると。で、F が更新されるごとに、Y と Z も更新されるんだけども、F はずっと宗教要介のまま。で、えっと、F と YZ の間には相あ、相補性条件がずっと満たされたままになっていると。で、最終的に、その Y と Z が相通強制も満たすようにしましょうっていうふうに頑張っているのが増加同法ですというふうに、まあ、線形計画問題の観点から見えると。 いうことを言ったつもりになってます。あんまり説明がよろしくないですけども、まあそういうことです。で、なんでこれを言ってるかっていうと、今からご紹介したいプッシュリラベル法っていうのが、このような形で言えるからです。で、どういうことなのかっていうと、実はプッシュリラベル法を今からご紹介するんですけども、れ何かっていうと、実は、えっと、もう ST に持ちません。アルゴリズムの中で。だから、F と Y と Z のようなものを持つんですけども、持ってるのは Y と Z の方です。 で、Y と Z の方になんか対応するものがあるんですけども、その相対問題の境界をずっと持ってます。で、それと、それと相互性条件を満たすような対になる F も持ってます。だけども F は ST ルじゃありません。ST ルじゃないものをずっと持ち続けます。で、相対問題の境界を持ってる。で、それは相互性を満たしている。で、なんかその繰り返して更新していくんだけど更新していくたびに、なんか F が ST ルじゃない状態からだんだん ST ルである状態に近づいていって、最終的に ST ルになります。 でなった瞬間にこの3つの条件が満たされるので、その時に得られているものが最大 ST になりますよっていう感じのアルゴリズムです。という不思議なアルゴリズムです。だからそういうことをやるので、今から何をするかっていうと、まずそもそも F はなんか ST 流っぽいんだけども ST じゃないものをずっとアルゴリズムを持ち続けるので、それをまず定義します。 どういうものを持ち続けるのか。で、Y と Z っていう、こっちかな。その、相通問題の境界を持つんだけども、実は、相通問題の境界自体を持つと、アルゴリズムがあんまり効率的にならないので、相通問題の境界のようなものを持ちます。で、それは、まあ、気分としては、相通問題の境界の情報を一応持ってるような気分になる。で、その気分をさっき見直してたら間違ってたので、消してるんですけども、まあ、そういう気分もお伝えします。間違いないようにお伝えします。 で、その F とか YV をあ、Y とか Z を更新していくっていうのがプッシュレベルアルゴリズムになります。ということになります。ので、フローじゃないけどフローのみたいなものっていうものをまず定義するってことをします。あ、だからでまず、その、比較ですね。増加同法は今言ったみたいに、周強性と相互性を満たしてたまま,まま更新していって、その更新していったものが相追強性を満たすようにしていきたい。 っていうアルゴリズム。で、一方、プッシュリラベル法は、相追強制と相補性はずっと満たしてたままアルゴリズムを動かしていって、最終的に宗強制、つまり F っていうのが ST 流になるようにしていきたいっていうアルゴリズムです。でそうすると、相追、相補性定理から、この3つの条件を満たしているものは最適解なので、それでよろしいという形になるということになります。で、それを目指していくっていうことをします。で、こういう視点は、まあ一応そのなんか線形計画法をまあ復習してると、まあ、 わかるというか、別の言い方すると、なんか今からプッシュジャベル法っていうのをご紹介するんですけども、なんか不思議なアルゴリズムに初めは見えるんだけども、こういうその裏になんか線形計画法の相互性定理があるんだというふうに思うと、割と自然にはなんないんだけども、自然さが増すぐらいの気分になりますので、そういうつもりで今からご紹介していきます。はい。ということで、その ST 流のようなもの、 そして、この全流とはあんまり日本語で言わないんだけども、我々なんかプリフローっていうふうに英語で言うことが多いんだけども、まあ、無理やり日本語でると全流っていうものをご紹介して、その相対変数に対応するものが距離ラベルと呼ばれるものになります。で、それをご紹介します。じゃあ、まず、その全流と、多分、こんな言葉、あの、普通言わないんで、私多分このこの、今後使わずにプリフローと言ってしまうと思いますけども、えっ、ー、と、まあ、ST プリフロー、全流というものがあります。で、それは、 st 流に似てます。定義としては。だけども、そうではないかもしれないもののことを言います。で、一応定義します。次を満たすような、そのこの上になんか、あの、皮膚実数を割り当てるような関数 F のことを、このネットワークにおける st プリフロー、st 全流と呼びます。で、ななのか。ここに書かれている二つの条件は、F が st 流であるための条件とほぼ同じです。で、初めの条件は何かっというこれは、いわゆる、量量制約と全く同じです。 各個 A の上に流れている流量 FA が0以上 UA 以下になっている。容量以下になっているということです。でですね、二つ目の条件が、これがその、この F を ST 流にしないところの条件でないかっていうと、V に入ってきている流量ですね。この F マイナス、これは V に入ってきている送流量でした。で、これと V にから出ていく送流量を比べたら、前者がこうし者以上ですよって言ってるのがプリフローです。 これ ST 流だったらここがイコールだったわけです。これ次のページかなそうですね。ST 流はここがイコールだった。ですけども、それを不等式にしてもいいですよ。というのがプリフローです。つまり、なんか流れてるんだけども、流れて V に入ってきたものが全部出ていく必要はありませんよ。と。なんか V になんか留まっていてもいいですよ。というイメージを持ってください。というのがプリフローです。で、ここに書かれているのはそういうプリフローの例で、何かというと、例えば、今これ V1 っていう頂点には2単位入ってきていて、1たす1単位流れ、えっと、 出ていってるので、V1 というところには、そのなんかとろまっているものは何もない,い状況になっていて、そこは流量保存性を満たしているんだけども、V4 っていう頂点を見ると、えっと、1、2、1っていう合計4単位入ってきてるんだけども、出ていってるのは1たす2の3だけしか出ていってない。ので、なんか1単位 V4 にとろまってるっていうような状況になっていると。で、とろまっている量は負にはなれない。 だから、入った,きた、入ってきたものをとどめることができるんだけどもでそう、そういうものをこの,あのプリフローと呼ぶという形になると。ででそういうことなんで、この、えっと、今不統合が統合になっていたら ST 流なので、ST 流自体は ST 全流です。<laughs> はい。で、えっと、だけども、えっと、ST 全流が ST 流になるとは限らないということになりますで。そういう意味で F っていうのが、まあ我々が考えたいその主問題の境界のようなもの。 で、そうとは限らないものになるわけです。だから、今からご紹介するアルゴリズムでは、このプリフローっていうのをずっと保持していくということになります。でじゃあ、で、相対側の話の前に、えっと、この、えっと、ST 全流に対しても、ST 流と同じように補助ネットワークを定義できます。それは何かっていうと、各項を見て、その、ここの上に流れている量を見ることによって、えっと、順向きの項と逆向きの項と、それらの上の容量を同じように定義できますということになります。で、それは同じように考えようということにします。 で、相対側の距離ラベルです。で、これが、私の間違いの勉強だったんだけども、えっと、これが、だから私はあんまり多分これをちゃんと理解してないと思われるけども、だから理解してないことを話すというのはあんまりよろしくないんだけども、でも、まあ、授業だからやると。で、何か。今ですね、全流は、あの、ST 全流はすでに、すでにあるとします。で、気分としては何かっていうと、この ST 全流と、対になって相補正状況を満たすような相対変数を作りたいんだけども、それを、 直接と作るんじゃなくて、そのこの距離ラベルという、この頂点の上になんか皮膚整数を乗せたようなもので、そのなんか相対変数、先ほどの Y のような気分のものを作るという気分になります。<laughs> 今気分しか言ってないんですけども、まずさその気分でどういうふうに定義するかということを言います。この F に関する距離ラベルといったら何なのかっていうと、この頂点の上に、この今、 整数を書いてるんですけども、まあ、これで,で、これがですね、ここの2つの、えっ、ー、と、条件を満たしている必要があります。で、何なのかっていうと、S に対するラベル D の値っていうのは N です。N は頂点数のことを N と言ってると。ですけども、N です。で、T におけるこのラベルは0です。というふうに言ってます。だからこれは、今、これ、この、えっ、ー、と、グラフにおいては頂点数6なので、S のラベルは6、T のラベルは0という形になっている。で、 ここでさっき間違えたんですけど、あまあ、い,いや、えっ、ー、と、この、補助ネットワーク、補助ネットワークの個 UV に対して、ここに書いてある不等号が成り立ちますよ、というのが、もう一つの条件で、ね、これは重要な条件です。何かというと、今、UV という子があります。例えば、えっ、ー、と、この V1 から V2 にこく、ここでがありますと。で、そうしたら、だからこれ U が V1、V が V2 なんですけども、 dv1 が dv2 プラス1以下ですと。だから差があったとしても1までしか大きくなりませんと。いうことを言ってるのがこの条件です。いいですか。で、まあ、これ、これ逆向きもあるんで、えっと、この、えっと、dv2 も dv1 プラス1以下だないといけない。こういった形になってます。 ややこしいんですよね。これがね、ややこしいんですよね。で、これは面白いところに、あの、この子は、えっ、ー、と、補助ネットワーク補助ネットワークの子に対してや言ってるんで、ちょっと注意をしてください。元のネットワークの子じゃなくて、補助ネットワークの子に対して、これが成り立つ。っていう条件です。で、 今、ここに書かれてるのは、この条件を満たすはず。<laughs> 怖いんですよね。なんか、これ自分で例を作っていて、本当に正しいかどうか。えっ、ー、と、これ間違っていたら教えてくださいっていうことなんですけど、これはただ、多分大丈夫。多分って言ってるのもいけないんですけども、まあ、私が見た限り大丈夫で、これやってると時間がないからいけない。えっ、ー、とですね、こういう形になってます。で、えっ、ー、と、この距離ラベルが、まあ、先ほどのそのなんか、相対変数のような役割を果たしているって形になります。で、その役割をちょっと、 ちゃんと言おうと思うと、まずですね、この補助ネットワークの性質と距離ラベルの性質をまず関連づけます。で、何を言えるかっていうと、実は、距離ラベルっていうのは存在するとは限らないんだけども、先ほどの性質を満たすようなもの。それ存在すると、その時にはこの補助ネットワークに増加度が存在するとか言えます。で、実際これは、今、まあ、その、えー、っと、なんだっけ、距離ラベルが、F に関する距離ラベルが存在している場合なんですけども、この、 えっと、補助ネットワーク見ると S から T に向かっていく増加度が存在することがわかります。実際なんかもう、この場合も,もう S から一歩も出られないんですけども、そういう形になっているということになります。で、気分を言うとですね、あ、気分は後にしよう。えっと、こういうことになります。で、これ、えっと、証明すると気分がだんだんわかってくるんで、これ証明します。で、証明は、えっと、こんな形ですね。えっと、えっと、距離レベルは存在するんだけど、増加度も,増加度も存在するとか仮定して、入り方でやります。で、ここに書かれているのは距離レベルの定義です。 で、まあ、これ、増加度が存在するとしましょうと。で、今ですね、だから、だから増加度が存在すると、距離ラベルが存在しないってことを言います。あるいわゆる距離ラベルの存在性に矛盾するってことを言います。そうすると、今、t のラベルはゼロです。ですね。で、この、えっ、ー、と、今、これは、えっ、ー、と、だから、これはこの補助ネットワークにおける増加度なので、この、ここに書かれている子は全部これ補助ネットワークの子です。だから、この補助ネットワークの子に対しては、ここに書かれている不等式を満たす必要があるわけです。 で、そうすると、今、この t の隣の頂点を u だと思うと、えっと、あ、言いかけなかったですね。u だと思うと、えっと、du が、えっと、dt プラス1以下でなくちゃいけないということになります。で、今、これ dt0 ですから、これは1なわけです。つまり、ここの u における、この距離ラベルは1以下じゃないといけないということになるわけです。で、同じことを、 こういう、の距離ラベルは2以下じゃないといけないということになります。いいですか同じことで、じゃ、同じ、これ、や、書くと、du が、えっと、dv プラス1以下になって今、これ dv は1以下だから、これ全体これ2以下になると。こなります。で、これ続けていくんですね。で、そうすると、この、これ増加度なので、増加度のところにある個の数は多くても n-1、頂点数 -1 です。 だからこれを繰り返していくと S のところのラベルの値は高々 N-1 になります。だけども S のあるラベル N じゃない,ないといけないからこれ矛盾になるわけです。いいですかってことですね。これはだから今は、えっ、ー、と、口で言ったことを無視というかとこんな形になって増加度のこの数は N-1 で今のプロセスを続けるとこういう不等式が得られて矛盾するということになります。だから、えっ、ー、と、 何を言ってるかというと、今、このなんか F, F と D、F から D を作ってるんだけども、なんかこのなんか増加度が存在しないっていう条件が先ほどのその、えっと、その相互性条件を満たすように、その F と D っていうなんかが追を作ってるという、まずそのイメージを持ってほしいということになります。で、D はそんなに相対変数っぽいのかって言われると、あんまりそういう感じしないかもしれませんけども、今この照明を見ると、 この証明と、以前、相対問題と ST カットの問題が関係してるんだって話をしたことを関連付けると、ちょっと分かってきて、例えば、この状況を見ると。この状況を見ると。で、今じゃあ、えっと、元のネットワークにおいて S から T に向かっていく道を取りましょうと。経路を取りましょう。例えば、えっと、どうしようかな。SV1V2T とこういうような意味行く経路を取りましょうと。で、 このラベルを見ると、これ六二距離ラベル見ると6210っていう風になっていて、まあなんかこれ、この場合これあの単調に減ってるんですけども、その減り方が1よりも大きく減ってる部分があります。この子ですね。この子ですね。で、これが、その ST カットでまたがる子に対応しているようなイメージを持ってほしいというわけです。で、それは実際、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、補助ネットワーク見ると、なんか逆向きの子になっていると。 いう形になっていると。で、そういう経路を取ると、この場合は、この、んか六えっと、621、610っていうラベルが振ってあるんですけども、その、ラベルの差が一応よりも大きいところを持ってくると、まあ、ここら辺とか、ここら辺とか、ね、こういう形になっていると。で、これは、まあ、このネットワークにおける容量最小の ST カットから出ていっているこの集合 <laughs> になってたりして、その距離ラベルの大小 を見ることによって、そのなんかその SD カットの中情報が復元されるっていう形で、装置っぽいものを持ってるっていうイメージを持ってほしい。っていう証明を書こうとして間違ったんで <laughs>。で、えー、っと、だからまだ、あ、だから今ここはまあイメージしかお伝えしてないんだけども、そういう形で取り上げるっていうのが、その装置側のなんか変数を表してるんだっていうイメージを持ってほしいということになります。はい。ということで、何かというと、プッシュラリベルを先ほど言った通り、 えっと、相追強制と相互性を満たしたら、まあ、主協性を満たしに行くっていうアルゴリズムなんだけども、そ相追強制って言ってるのは、その距離ラベルをずっと持ちましょうって言ってるものにまあ対応しようと思ってください。ということですでで。で、相互性、その距離ラベルと相互的になるのが ST 全流ですと。で、ST 全流は主協要界である必要はないと。ST 流である必要はないわけです。だけども、このアルゴリズムでは何をするかっていうと、この距離ラベルと ST 全流を更新していきます。で、距離ラベルは、まあ、変わってくんだけども、距離ラベルである性質はずっと保ち続けます。 だけども、ST 全理はいつか ST になります。で、ST になった瞬間に、宗教要になるので、宗教要介と相中教会が相補性を満たすように、今、手元にあるということになるので、これらが何か最適解を表すということになるという仕組みで動くという話をいう休憩の後にします。<laughs> ということで、じゃあ今から3分間休憩しますので、じゃあすいません、じゃあ休憩の間は、えっ、ー、と、換気をお願いします。 はいえー、と休憩終わりになります。じゃあ、簡、え、単、っと、ありがとうございました。はい。で、今から、ここまでの準備を通じて、プッシュリラベル法をご紹介しますということになります。で、あのエドモンズ・カープのアルゴリズムといったときには、エドモンズとカープは人名だったんですけども、プッシュリラベル法というか、別にプッシュさんとリラベルさんがいるわけじゃなくて、これは、えっと、操作を表しています。 で、えっと、まあ、一言に言,言うと、プッシュ操作とリラベル操作を繰り返すアルゴリズムです。で、えっと、もう一つ、あの、特徴としてちょっとお伝えしておくべきことはあったんですけど、何かというと、あ、あ、あ,あったんですけど、その何かというと、増加度法は、かその増加度を見つけて、その増加度に沿って更新するってことをやったので、一回の反復において、その、触れられるというか、その更新される、その、 なんだろう ?ST 流の値というか、なんて言えばいいんだろうな。えっ、ー、と、なんだろうそのど、どの値を見るかっていうと、その増加度の上の個の流量を全部変えるわけです。だからその、一反復でたくさんの値を変える可能性があります。だけど、プッシュ取りが出る方は、すごくローカルで、一部の変数しか変えません。一部っていうのはもう、一つ、一つの個か、一つの頂点の値しか変えません。 っていうところも、その、効率性につながってくることになるし、実装の簡単さにもつながってくることになります。で、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、重要なことは、まず、そのアルゴリズムの実行中は、この2つを必ずずっと保持してます。それは、F と呼ばれる ST 全流と D と呼ばれる F に関する距離ラベルです。で、これはずっと保持してます。で、行うプッシュ操作っていうのは、個に対して行われる操作です。個というのは、えっ、ー、と、補助ネットワークの子に対して行われる操作です。で、それをすると F が更新される。 もっと言うと、その、えっと、A における F の値が更新される <laughs>、いうことになります。で、えっと、リラベル、A、V とやると、これ V ってこれ頂点ですけども、この V のラベルが更新されます。で、ラベル更新していいのは、SS と T のラベル、これ決まってるんで、それはもう更新しない。ので、S と T 以外の頂点 V に対して、V のラベル更新するっていうことが、リラベル V を行うと、行われます。 で、これを繰り返すということになります。で、繰り返すっていうのはどういうふうに繰り返すのかということと、どういうふうに更新するのかってことをまずご紹介する必要があります。あるので、それを言います。で、まずプッシュの方から言います。で、今、あの補助ネットワークの子 A を考えて、そのプッシュ A をするっていう状況を考えます。ただ、プッシュ A というと、あまずこれ A は UV って子で、その、えっ、ー、と、U から V に向かっている子のことを、 今、A と呼びましょうというふうに考えていると。で、まず、その条件一つ目、何かっていうと、F-U-F-U が正である。この何を言っているかっていうと、U に入ってきた流量が、えっと、U から全て出ていってません。U になんか残ってます。っていう条件です。で、今、この図では、この、えー、っと、なんだっけ、フォトネットワークにおいて、なんかこの色がついてる頂点で、その、流れて入ってきたものがなんか残ってる。 もの、そういう頂点を表していると思ってください。だから、そこに残ってますよっていう頂点は今、茶色かな茶色で色,色づけていると思ってください。はい。で、もう一個。えっと、du イコール dv プラス1であると。先ほど距離ラベルの定義では、du は dv プラス1以下であるっていう条件が成り立ってないといけないというふうに言ったんだけども、この条件がイコールで成り立っているという個を考えますと。と で、今、ここで色がついてる子があるんだけども、ここは、えっと、距離レベルの差がちょうど1なので、その条件を満たしているということになっています。だけど、例えば、この子ですね。この子は、えっと、その U のところには溜まってるんだけども、距離レベルの差が0なので、この2番の条件は満たしてないということになります。いいですか。で、まあ、これ、まあ、今回はあんまり言わ、今使わないですけども、まあ、次回使うので言っとくと、このような子。この条件を満たす子かな。 この二つですね。この二つの条件を満たす、このことをアドミッシブルアークとかと言います。まあ、可能子と言います。でこれちょっとえ、まあ多分今日はこれ以上使いませんけども、まあ次回この子が使うことになると思います。はい。で、これが成り立っているときに何をするかっていうと、この V4 に溜まっているものをこの、この子、この子に沿って流すってことをするのがプッシュです。 だから、本当に、なんかこの V4 に溜まっているものを押し出しているというイメージを持ってくださいということになります。で、押し出していったときに、どんだけ押し出すのかと。これだけ。今、えっと、A の中を FA だけ流れてるんだけども、それになんかプラスしますと。で、で、どんだけプラスできるか、するかっていうと、流せるだけ流します。これはいつもの通り流せるだけ流すんだけど流せるだけ流すって何を言ってる、どういう意味かっていうと、えっと、今、もともとここの子の容量1なので、1よりも多くは流せません。 で、もう一個、今この V4 に溜まっている量を見ます。でこの V4 に溜まっている量よりも多くは流せません。ので、その二つ、どれだけ、その容量を見てどれだけ流せるかっていうと、どれだけ溜まってるのかっていうのを見て流せるのかっていうのを見て、その小さい方で流す量を決めるということをします。で残念ながらこの例ではどちらもこれ1なので、この場合1に流すということになるのがこのプッシュ A になります。 いいですかで、実際にこれプッシュ A を行うと、今 V4 には1、2、1って4単位入ってきてて、1、2って3単位出ていってるので、プッシュを行うと、1だけ溜まっているものが、この V4 から P に向かって流れます。で、こんな形になると。だから今も、もともと2だったところは3に変わります。で、そうすると V4 にはもう溜まっている量がないので、茶色が消えることになります。で、えっ、ー、と、この補助ネットワークも更新されるということになるわけです。で、これがプッシュです。 いいですかで、リラベルとは何かリラベルが行える場合条件もあります。今、これ頂点 U を見ましょうと。で、その頂点 U においてリラベルが行える条件は2つあって、1つはまず何かというと、まずそこではや,やっぱり溜まっている。溜まってるっていう条件。U に残ってる。で、もう1個は、えっと、どこを見てもプッシュが行えない。だから、リラベルが行えるのはもうプッシュ行えませんよっていう状況になった時しかできません。で、特に、 この今、v、V3 っていう頂点にはなんか溜まってるんだけども、えっと、どこにもプッシュと行える子がないので、V3 から出ている子においてもプッシュは行えません。プッシュが行えないってことはどういうことかっていうと、例えば、まあ、この場合は、このラベルの値が同じになっている。あるいは、えっと、同じじゃないけども、この、まあイ、イコールプラス1が成り立ってないという形になっていると。 で、その時に何をするかっていうと、だからどういうことかっていうと、このなんかプッシュができるためには、だからここからこのなんかプッシュを行おうと思ったら、この V3 のラベルを6よりも大きくしなくちゃいけないわけです。まあ具体的には7にする必要があります。で、7にするとこの差が1になって、プッシュできますよって形になります。で、それを行うのがリラベルです。だからリラベルの気持ちは何かっていうと、今プッシュを行える子がないので、プッシュを行えるようにラベルを大きくしてくださいっていう気持ちです。 で、それ実際になりますと。で、こうすると。何かというと、DU のラベルを変えるんだけども、それは、今 U っていう頂点があったら、うん、U っていう頂点から出ていってる子が、この、えっ、ー、と、補助ネットワークであります。あ、書いちゃった。これさ、知らなかった。はい。あるんだけども、今このか V1, V2, V3 とかあったら、これ,これらの V1, V2, V3、この U から出ていっている、その、出ていた先の、 頂点のラベル、ラベル、ラベルの最小値プラス1にします。で、そうすると、例えば、今、ラベルの値が、例えば4、3、5とかだったら、今、V の、V のラベルの値を6にしましょうということにするのが、リラベルです。で、そうすると、この V と V3 のラベルの差が1になるので、この 次に、という気持ちです。だから、この例の場合には、今、えっと、V3 から出ている子が S にしか向かってなくて、S のラベルが6なので、V3 のラベルを7にしますで。7にすると、この差が、ラベルの差が1になるので、で、しかも V3 にこれ溜まってるので、これでプッシュができるようになるということになります。だから、気分はずっとプッシュをしていたい。プッシュできなくなったら、リラベルをしてラ、えっと、ラベルの差を1になるようにして、 プッシュができるようになる。あ、するように。プッシュできるようにしたい。で、プッシュをまた続けていく。できなくなったらラベルを変える。で、またプッシュを続ける。で、そうすると、どうなるかっていうのがプッシュでラベル法です。で、今からじゃあ、その2つの操作を使ってプッシュでラベル法がどういうものなのかってことを例で説明していきます。まず、初期化します。その、初めの ST 全流と距離ラベルっていうのを作ります。 で、それは、ま、適当とか言っちゃいけないんだけども、このような形で作ります。ST 全をどうやって作るかっていうと、S からは流せるだけ流そうとします。今 S に、から出ている子が3つあって、その上の子の、その個の上の容量は全部これ2なんですけども、その子の上容量いっぱい全部流そうとしてみます。で、流そうとするんだけども、そのもう、あの、いいい1個いたところでも全部食べておきますで。そうするとこれは、まあ、ST 全流になります。 これは多分、レポート課題なんですけども、<laughs> st 全流になります。ので、そ、れを、えっと、この、はじめの初期化における st 全流とします。で、これに対する、ラベルを作るんですけども、これは、これもちょっと割,割と自明というか、あの、簡単なり方をするんだけども、s におけるラベルは、頂点数。これは、ちょ、ちょ、えっと、距離ラベル。これを、満たしてないといけないから、そうします。で、他の頂点のラベル、これ全部ゼロにします。 で、こうすると、これも距離ラベルの、えっ、ー、と、F に関する距離ラベルであるという、えっ、ー、と、条件を満たすことが確認できます。これも多分レポート問題になります。ということで、このようにして、まず、はじめの ST 全流 F と距離ラベルを作ります。で、これを作って、今、先ほど言った通り、プッシュとリラベルをずっと繰り返すということをします。で、今の状況、これです。この、 えっと、S から2ターンずつ今流してるんだけども、この V1、V3、V4 今これ溜まってます。で、これと溜まっているのがこの色で示されていると。だけども、今、えっと、その、プッシュできない状況になっている形になります。ので、そういう時にはリラベルをするということになります。で、それをまずやります。じゃあ、例えばこの V1 っていう頂点を選んで、リラベルをしましょうと。で、そうすると、V1 から出ている、子が向かっている頂点は3つあって、そのラ,ラベルは6、0、0なので、最小値を取ると,取るとこれ0です。 なので、その最小値プラス1を V1 の新しいラベルとします。それは1です。で、そうすると、まあ、ここら辺、プッシュができるようになると。いうことになります。で、えっ、ー、と、プッシュできるようになったので、どっちにしようかな。V1 から V2 かな。えっ、ー、と、ここにプッシュしましょう。ということをします。ですね。ここでプッシュします。これでプッシュします。で、そうすると、今、えっ、ー、と、これ容量4です。だから、頑張れば4だけ、えっ、ー、と、遅れます。けども、V1 に溜まってる量は2です。 なので、まあ、頑張っても2しか送れないことになるので、2単位だけ V1 から V2 を送ると。つまり、ここの今、えっと、0だけ流れている流量を2に変えましょうということになります。で、2に変えますということをします。で、そうすると、えっと、もともとこの V1 に溜まっていたものが、えっと、V2 に溜まるようになるということになります。 でですね。まあ、これちょっと、これも次回の言葉になると思いますけども、容量いっぱい流さないようなプッシュのことを非法はプッシュと言ったりします。これまた次回、あの、計算量解析をするときにちょっと出てくる言葉なのであ、あらかじめ今日ご紹介します。もう一度言うと、容量いっぱいプッシュしないようなプッシュのことを非法はプッシュと言います。この非法はって言葉が正しいかどうかもわかんなくって、なんか、ね、不法和っていう言葉もあるんですよね。 なんかね、化け学では不法和とかっていうみたいで、で、なんか岩石学では非法和とかっていうみたいで、このアンサチュレイティともうなんか、略語わかんないんで、非法和にしました。これ、これだいぶ、これなんか1時間ぐらい悩んだんですけど、えっと、まあそれどうでもいいですね。えだどうでも,どうでもよ,くよくない。だから、えっ、ー、と、そう、文献によっては不法和って書かれてる場合もあります。ということはお伝えすると。で、これで、えっ、ー、と、プッシュしました。で、そうすると今 v、V2、V3、V2 に溜まってるんだけども、えっ、ー、と、プッシュできる子がないので、またリラベルします。 で、まあ、どこにラベルしてもいいんだけども、どこにしたかな。えっ、ー、と、V4、これ、ラベルしましょうと。そうすると、今、V4 から出ていってる項を見ると、その先のラベルは600なので、その中の最小値0プラス1を V4 のラベルにします。で、これ1です。なりました。そうすると、ここら辺プッシュできるようになると。下がり1のところはプッシュできるようになると。で、えっ、ー、と、プッシュします。で、V4 から V2 にプッシュしますと。で、今、V4 には2ターン溜まってる。 ですね。だけども、この子の容量1ですから、2巻全部流せません。容量いっぱい1だけしか流せません。ということになので、1だけ流します。で、こうなると。で、そうすると、これは今、えっと、容量いっぱいプッシュしているので、そういうものは、飽和プッシュと言ったりします。先ほどの不飽和プッシュ、非飽和プッシュと、まあ、次になる概念で、これ法プッシュとい,うということになります。で、そうすると、えっと、もともと、えっと、V4 には2巻に溜まってたんだけども、今、1巻に溜まっている状況になります。だから、まだ溜まっている V4 には。 で、V4 から出てる子、これまだ、あの、これ、これが、可能子なので、ここでまだプッシュできるということになりますから、プッシュします。それが V4 から T にプッシュします。でそうすると、1単位余っていて、えっと、容量3なので、この1単位を全部流すことができますから、流します。流しましたとで。そうすると、ここ1になって、ここも変わると。で、V4 にはもう溜まってないという状況になります。でそうすると、また、プッシュできないので、ダゲルすると。 それその、あの、リラベルできる頂点が複数ある場合、これ、あの、ど、どれを選んでもいいです。で、例えば、じゃあ V3 を選びましょうと。そうそう、V3 から出ていってる子は2つあって、それぞれラベルが6と1なので、最小値である1を選んで1、1プラス1の2を V3 のラベルとします。これですね。で、今、まあ、V3 のラベル2にしました。なります。で、ここでプッシュできるんで、プッシュすると、次。V3 から V4 にプッシュする。 で、今、V3 には2単位溜まってますけども、ここの容量1ですから、1単位しか流せません。ということになって、1単位流して、フォーアプップしよう。で、そういうことになって、こうするとですね、先ほど V4 には溜まってなかったんだけども、新たにまた V4 に溜まってくるということが起きるという。これがですね、いやですね、でもま、しょうがないかなと。で、そうすると、先ほどまでですね、全然、あの、可能でも何でも、 なかった子がですね、突然から V4 から VT、v、4から T にプッシュします。で、今、ここは1、えっと、1単位余っていて、えっと、ここの容量2ですから、えっと、1単位全部流せますということになります。で、流します。で、そうすると、合計に2単位になって、V4 にはもう溜まってませんということになるで、そうすると、まだ溜まっている頂点が2つあるんだけども、プッシュできないんで、リラビルします。例えば、例えばじゃあこれ V3、リラビルしましょうと。そうすると、V3 から出ている子が、 S, S に向かっていくものしかないので、S のラベル6プラス1で V3 のラベルを7にします。7にします。で、ここでプッシュできるようになると。で、これは、だから、はじめ、だから S からもう流しすぎたんで戻しますよってことになるわけです。で、えっと、今 V3 に溜まっているのは1です。1溜まっていて、4より2なので、その13に溜まっているものを全部 S に戻せます。で、戻します。戻します。戻すとこうなると。 だからここ今1しか流れてないという状況になって、V3 ではもう今溜まってないという状況になります。でそうすると今 V2 だけが、あのその、えっ、ー、と、溜まってるところ、残ってるところなんだけども、まだプッシュできないので、V2 のラベルを変えます。リラベルします。リラベルします。リラベルします。で、えっ、ー、と、V2 から出ているこの行き先は V1 と T と V4 なんだけど、そのラベルは110なので、その最小値0プラス1を V2 のラベルとします。 だから1位にします。そうすると、V2 から T に流せるようになりまして、今 V2 に溜まっているのは3単ンすごいですね。もう溜まりに溜まりましたね。だけども、この容量が3なので全部流せることです。素晴らしいですね。流しちゃいましょう。とで、プッシュします。流せました。そうすると、もう溜まっているものはありません。溜まっているものないってことは何なのかって、これは ST 全流で、どこにも溜まってないから、これはもう ST 流です。 ST 流得られました。おしまい。これは、これか。こっちは最大 ST 流です。ということになるわけです。なんだか、ちょっと双方性定理から。あるいは、えっと、あの、この距離レベルがありますから、距離レベルのところでは増加度を語ずありませんから、増加度がないような ST 流を得られていて、最大流になっている。ということになるわけです。というアルゴリズムです。う <laughs> ですね。このステップ12も踏んで、これを簡単と言うな言うかもしれませんけども、割とローカルにやってるので、 えっと、実装は簡単です。で、まあ、一応書くとこんな感じと。まず、まあ、初期化。初期化、先ほど書いたように初期化します。で、えっと、ST 流になるまで反復すると。プッシュできる子があれば、プッシュする。なかったら、リラベルできる頂点に対してリラベルを行う。これ、もう、アルゴリズムと呼べるのかと。感じもするけども、細かいところは前に書いてある通りです。で、それをやればよい。ということになります。で、まあ、これ、あの、プッシュリラベル法っていうふうに言ってるんだけども、まあ、文献によっては、プリフロープッシュ法と言ったりもします。 ので、まあそういう名前で今後見かけることもあるかもしれませんけども、こういうものになります。ここまでいいでしょうか。で、なんかそのプッシュ操作とリラビル操作があって、それを続けるんだけども、別にその覚える必要ないので、まあこういうもんだと思ってください。だからまあ自分が実装する必要があったり、理解する必要があったら、これ見直して考えてもらえれば大丈夫というふうに思ってください。はい。だから覚えるもんじゃないというのは、あの、思ってください。で、これはゴールドバグとタージャンによる論文があって、まあだからこれがまあ、 すごかったということになっている。なんでこれを思いついたのかもよくわかんないけども、こういうことになっていると。だからまあで、だから現代的な視点から見ると、まあ、その、えっ、ー、と、計画の創性がまあ隠れているかなという気がするということですね。はい。で、あえじゃあ、このアルゴリズム今まあご紹介したので、あと残った時間にちょっと性質をご紹介します。えっ、ー、と、今このいうアルゴリズムを、 ご紹介したんです確認すべき事項がいくつかありますな。何かっていうと、先ほど言った通り、このプッシュリラベル法ではずっと ST 全流と距離ラベルを保あの持,ち持ち続けていって、最終的に ST 全流が ST 流になったらおしまいというアルゴリズムなので、本当にこのアルゴリズムを通していろんなプッシュ操作とかリラベル操作を行ったときに、ST 全流が ST 全流であり続けるとか、距離ラベルが距離ラベルであり続けるという性質が保たれる必要があります。で、これは一時確認する必要があります。 で、まあ、その前に、まず初期化において作られたものが本当に ST 全流であり、トリラベルであるってことを確認する必要があります。で、これは、まあ、割と簡単なので、レポート問題にしようと思っていると。これは簡単とかってあんまりよろしくないんだけども <laughs>、まあ、レポート問題にしても差し支えないだろうということで、レポート問題にしようと思ってます。で、このプッシュで、実際に、と、リラベルで、この F とか D が ST 全流、 トリライベルであり続けますよってことはちゃんと確認する必要があって、これは教科書とかを見ると簡単にわかると書いてある。で、これは本当に簡単にわかるはずですけども、今から授業時間内でやろうと思ってなかったんですよね。これはだから、あの、補足動画にしようと思ってたんですよね。でもなんか、やれそうな時間が残ってるのはちょっと困ったところで、ちょっとこれは、えっと、様子を見て考えます。やるかもしれません。 だ,だから、今言ったのは何かというと、こプッシュ操作とラベル操作によって、F が ST 全流であること、D がトリラベルであることが保たれ続けます。ので、先ほど言っていた、その、えっと、相追許容解と、その、それと対になって相互性条件を満たす F っていうのは必ずずっとアルゴリズムの中で持ち続けられるということになると。で、最終的に F が ST 流になった時には、えっと、主問題の境界が得られているので、 最適解ですということになると。つまり、止まった時には、出力 F が、そこのネットワークに対する最大 ST 流ですよということになると。まあ、別に言うと、先ほど、この距離ダベルがある時には、必ず、この補助ネットワークには増加度がありません。というふうに言ってました。だから、止まった時にも距離ダベルは今持ってるわけです。 だから、止まった時に今 STU になってますから、その STU に対して増加動画ないってことになってますから、我々が知っているその最適性条件から、この出力は最大 STU になるということがわかるというふうに考えてもよろしいということになります。だから、あとはこれちゃんと停止するってことを言えばよいということになります。で、まあ実際これ停止するんですけども、えっと、じゃあ停止する気持ちを言うと、ここら辺でやってる操作は、えっと、もうまず理算的なんですよね。なんかその、 増加動法は停止しないでっていう、その、あの、補足動画があるんだ、あったんですけども、なんかそこでやってるのは、その、増加量をだんだん増やしていってるんで、その、なんか連続的というか、その、なんか、無理数的に増えていってるわけなんですよね。でもここはそんな感じじゃなくて、っていう気持ちはダメだな。この言い方では嘘を言ってるんで、また今、ちょっと嘘を言い、言いそうになったんで、撤回します。<laughs> で、えっ、ー、と、 次回、ちゃんとやります。次回、ちゃんと定数ってことを言います。で、だから定数ってうとき、そうか,かえっと、イメージは、だから、エドモンズカープのアルゴリズムに似ていて、エドモンズカープのアルゴリズムは、なんかその、選んでる増加度の長さになんか単調性があったんですよ。そういうの単調性が実は重要で、このなんかプッシュ操作とかリラベル操作において、ある種のなんか単調性があるんだってことを言います。で、それが次回の内容になるということになります。はい。で、 一応、まあ、これで終わろうと思ったので、まとめをすると、プッシュ,ュリラベル法と増加動法の、まあ、一応比較をすると、増加動法は、主、共用性と相互性を満たしたまま、ずっとアルゴリズムを動かして、最終的に、相追強用性が満たされたら、相互性定理から最適解ですよ、と言えるっていうアルゴリズムだったと。で、プッシュ,ュリラベルはそうじゃなくて、相追共用性と相互性を満たすような解をずっと保持していて、その、えっと、ST 流のようなものが ST 流になった時点で終了と。 いうアルゴリズムになっているということになるわけです。はい。で、まあ、次回は、この不出ラベル法の計算量の評価をしたいということになるわけです。で、これ前回ちょっと言ったことですけども、計算量としては、この N 字上 M のオーダーっていうのが出てくることになります。はい。で、えっ、ー、と、N が頂点数、M がこの数だったわけです。 で、えっと、前金的には、てか、えっと、えっと、えっと、前金的にはそういうことで、M っていうのが N の事乗ぐらい大きくなれるので、これ N だけで表そうとすると、えっと、エドモンズカープのアルゴリズムは O の N の5乗になってるけども、えっと、プッシュリラベルは O の N の4乗になっていると。M が N の事乗ぐらいだとすると。という意味で、まあ、前金的にもプッシュリラベルの方が早い。エドモンズカープよりも。っていうことになりますし、実装も、 先ほどお見せしたようなアルゴリズムで、まあ、ローカルなんで、簡単だと思う。<laughs> まあ、実際皆さん、あの、プログラミング好きな方は実際やってみていただければと思いますし、まあ、私はね、あんま実装しないとかって言うと、こういう言い訳がましくてはいけませんけども、まあ、常に言い訳がましいんで、まあ、今更言い訳がましいことを言い訳にしてもしょうがないんで、えっと、言い訳を言うと、まあ、実装した,ことしたことないので、皆さん実装したら、ね、教えてくださいということになると。いうことで、<laughs> まだですね、一応なんか20分くらいあるんですよね。 で、せっかくだから、やっぱり、あの、じゃあこれ、付録にしたんだけども、残した証明は、やれるときはやります。何かというと、プッシュ操作とリラベル操作によって、その ST 全流が ST 全流のままである、距離ラベルが距離ラベルがトリラベルのままである、っていう性質が保たれることを言いたい、ですね。で、まず、リラベルと距離ラベル。何を言ってるんでしょう。リラベルによって、距離ラベルが距離ラベルのままですよってことを言いたい。で、そうか。で、リラベルは、 f を変えません。から、リラベルによって、えっと、この f というものは変わらないので、えっと、st 全理は st 全理のま,ままです。だから、リラベルで変わるのは距離ラベルだけなので、その距離ラベルであるという性質がちゃんと保たれるかどうかってことをまず考えます。で、まあ、例えば今、その距離ラベル d が、 あったときに U においてリラベルを行ってて、それによって得られた新しいものが D プライムであるというふうにします。で、この新しいの D プライムも f に関する距離ラベルであるってことを今から証明しますということをします。で、下に書いてあるのはこれ定義ですね。D が距離ラベルであるというの,の定義とリラベル操作がどのに行っているかっていうことの定義です。で、D プライムっていうのはこの U という頂点のラベルしか変えないわけです。 だから、今、このトリラベルであるっていうところの定義を見たときに、どこに、このトリラベルでなくなる可能性を決めてるかっていうと、U に関連する子だけです。だから今、その、これ、ツイートてあるかなあるな。あるけど、ちょっと置いといて、えー、っと、U っていう頂点があるんですけども、補助ネットワークにおいて、U から出ている子っていうのがあったり、U に入ってくる子っていう子、こうあったりするわけです。で、ここら、そういう子、 に対して、この不等式がちゃんと成り立っているってことを言えばよい。ということになるわけですで。で、そこだけが重要。他のところ変わんないから。っていうことになります。で、この u のラベル、どのように変わるかっていうと、この u から出ていってる項を見て、その先のラベルの最小値プラス1だったわけです。なので、その最小値を取るような頂点を v スターとしましょう。あつまり、えっと、d'u が dv スタープラス1に更新されると。 いうふうにしましょうと。で、その V スターを見ながら考えるってことをします。で、その図がここにある。これですね。で、そうすると、今、えっと、U から出ていっている子と U に入っている子があるので、それを場合分けして考えましょうと。で、まずじゃあ U から出ている子、えっと、補助ネットワークにおいて U から出ていっている子を見ます。で、この今 D プライム U っていうのは今言ったように、この DV スタープラス1なんだけども、 この V スターっていうのは、この U から出ていっている子の行き先のラベルの最小値を取っているので、DV スターと DV を比べると、で、そうすると、今ここの条件の DU を D プライ U に変えたとしても、この不等式成り立っているので、ここはよろしいということになります。だからこの U から出ていっている子については、この不等式成り立つということになります。じゃあ U に入っている子を見ましょう。 ま、これ W でします。Wu っていうのが、これだとしましょうと。で、その時には、えっと、DW と D'u を比べます。W から U に向かっているから。で、DW は何なのかというと、もともと D っていうのが距離ラベルなので、DW は DU プラス1以下です。で、今、DU は、あ、DU は何だったかというと、D、えっと、DU、<laughs> DU と、 dv スターを比べると、これも元々の、えっと、距離レベルなので、du と dv スターを比べると du が dv スタープラス1以下になります。だから、このプラス1も加味すると、プラス2が出てくるということになります。今、dv プラス1、dv スタープラス1が d プラス、こちらですね、dv スタープラス1が d'u プライム、u、なので、この、ここに書かれているのは du プライム u プラス1になると。 だから、dw と d'u の間にも、ここに書かれている不等式が成り立っているということがわかるということになって、めでたく、このように、えっと、更新しても、更新した後のラベル、d' はちゃんと f に関するプ離ラベルになっているということが言えるということになります。まあ、だから、まあ、冷静になっていると思うんですけど、これ、私、たまに冷静じゃないので、えっと、ここは多分冷静にできていると思うんですけども、正しいと思います。はい。で、これはリラベルです。 やろうかな。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、じゃあ、プッシュの方なんですけども、プッシュは、その、えっ、ー、と、この ST 全流を変えます。で、ST 全流を変えると、もちろん、このそ、変えた後が ST 全流であるかどうかは分かんないので、それをちゃんと確認する必要があります。で、もう一つあるのは何,何かっていうと、先ほど、えっ、ー、と、だから、えっ、ー、と、プッシュ A はラベルを変えません。ラベルは変えないんだけども、えっ、ー、と、補助ネットワークを変えます。で、距離ラベルっていうのは、その、 えっと、この補助ネットワークの子に対して定義されるものなので、補助ネットワークが変わったら、距りラベルであるという性質が失われる可能性があります。ということなので、プッシュをした後に、その本当にプッシュした後の、まずその結果、今これ F' 書いてますけど、書いてありますけども、それがまず ST 全流であることを確認します。で、その ST 全流に関する距りラベルが、プッシュの後においても保たれてるってことを言います。で、その二つを言う必要があります。 で、一つ目は、まずこれ、これが ST 善流であるということになります。で、ST 善流って何だったかというと、えー、っと、量量制約と、を満たすってことと、入ってきている量が出ていく量以上になってる、という条件でした。ので、それを考えます。で、今はこのプッシュ A をか、 や,やった後のことを考えるので、えっと、こういうような状況を考えましょうと。まあ、A という子があって、それがその可能子になってる。つまり U には溜まってる。で、えっと、U と V の、えっと、ラベルの差,ルの差が1になっているということを考えましょうと。まあ、ラベル使わない,ないんだけども、まあ、U にはこう溜まっていると。こういう状況になっていると思います。で、それで、これがプッシュの定義でしたと。なんだったかっていうと、今流れている量に対して、溜まっている量と流せる量、流される量っていうのは、この、えっと、 補助ネットワークにおけるこの容量。あ、そうね。こっちは、こっちは容量ですね。こっちが補助ネットワークにおける容量。で、右側が溜まっている量です。そのうちの最小の方を流せるというふうに言っていたわけです。で、今この F' において、まず、えっ、ー、と、容量制約がされることを言います。で、F'A は、まず有限以下だということを言います。容量を超えないこと。なんでかっていうと、F'A はこのように、 更新されるので、この今、最小値を取ってますけども、最小値は、この、その中の項以下になります。だから、これは FA プラス、これ前の項です。前の項以下になります。で前の、で前の項、UA、えっと、で、前の項 UA-FA なので、ここの部分計算すると UA に出てくるという形になって、ちゃんと、えっと、この、えっと、更新した後の流量がゼロ以上だっ,ってことも言えます。なんでかっていうと、このプラスしている量がゼロ以上だから、 です。で、それは、この、えっと、まず、そもそもこ溜まってる、あるいはその st 全流であるから、この後ろの部分が0以上だし、ここにコがあるから、ここの部分も0以上だってことから分かるということになります。あすいません。コがあるからじゃなくて、fa がそもそも st 全流だから、秒量制約を満たしていて、この前の部分も0以上になってる。ということで、この後ろのこの m なんとかなんとか、これ必ず0以上ですから、f'a は fa 以上になってるということが言えます。で、fa は、 st 全流ですから0以上になっているということになって、f'a は0以上有限以下という両論制約を出すということがわかるということになります。で、次は、えっと、あれですね、その、えっと、入ってきている量が出ていく量以上になっているということを確認するんだけども、入っている量と出ていく量が変わるのは、これ u という頂点と v という頂点だけです。 だから、その二つの頂点において、それを確認すれば良いということになります。じゃあ、u において、入ってくる量、マイナス出ていく量はどうなるでしょうということを考えます。でそうすると、まあ、入ってくる量、今ここでは、えっと、もとも、そうです。えっと、まただね。えっと、u に入ってくる量は、このプッシュによって変わりません。だから、F、f'-u っていうのは、F、f-u と同じです。 一方で出てくる量は変わるわけです。プッシュによって。で、でどんだけ変わるかっていうと、F'、F' プラス U はこんだけ増えます。ので、えっと、その一部、その、この min の方の片方だけ取ってくると、えっと、これだけは必ず、あ、違これ,これ、えっと、高々、違いますね。そうです高々これだけ増える。ってことは言えます。そうすると今マイナスなので、えっと、少なくともこれだけ、 減るという形で書けるということになります。で、ここら辺、えっと、整理してもらうと、F-U マイナスが消えない、あ、消えて、F プラス U も消えて0になるということになります。つまり、これによって、ちゃんと、えっと、溜まってる量が0以上だってことがわかるということになります。これは U における話です。じゃあ、V のところを見ると、V には、えっと、V は出ていく量は変わりませんけれども、入ってくる量が変わるということになります。なので、えっと、えっと、 出ていく量は変わらないんだけども、入ってくる量は、えっと、必ず増えます。なので、F、F'-V と F'V を比べると、F、F'-V が F'V 以上になっているということになります。で、もともと F っていうのが ST 全流ですから、この差っていうのは必ず0以上というふうに言えるということになるわけです。ということで、やっぱり V においても、入ってきている量が出ていく量以上になっているという条件が満たされることになります。ということで、今、 プッシュによって得られた F' は ST 全流ですということになります。じゃあ最後、やろうかな。あと10分あるんでやります。えっと、このプッシュによって得られた ST 全流 F' に関する距離レベルに元々の距離レベルがなっているということを言います。で、距離レベルの定義、これでしたと。で、そうすると、これがややこしい。これがややこしいんだけど、何かっていうと、この、えっと、 取り上げるであるという定義のところでは、補助ネットワークの子を考えているわけです。で、F, F が F' に変わったら、補助ネットワークが変わる可能性があるわけです。で、補助ネットワークが変わるってことは、子が減ったり、子が増えたりします。で、子が減るとどうなるかっていうと、ここの条件は満たしやすくなります。これ、この考えるべき子が、子が減るから。だから、子が減ることに関しては、この条件は何も我々気にする必要がないです。 気ががだから気にするとすると何かっていうと、この F を F' プライムに変えたときに、増えて出てきた新しい子があったら、その子に対してもここに考えている不等式が満たされていることを確認する必要があるということになります。うん、じゃあ、今、 この A という子に沿って、プッシュを行ったときに、どういう子が増える可能性があるかっていうと、もともと U から V には流れていなくって、プッシュを行って U から V に流れてたために、逆向きの子が追加されるっていう場合だけです。その時しか、その、えっ、ー、と、補助ネットワークには子が増えません。ので、それを考えます。だから今、U から V にプッシュをしたら、 追加される子は VU っていう、この、U、V とは逆向きの子です。それだけを考えで、そうすると、今、だから何をし示さなくちゃいけないかっていうと、えっと、この V から U に向かっている子っていうのが新しく、この補助ネットワークに追加されてるんで、この、この、えっと、えっと、式における U が V で、V が U の場合、何を言ってるかわかんないので、書くと、DV が DU プラス1以下、 であることを示す必要があります。で、これは、で、それを示しましょうと。で、今、重要なの何かっていうと、これ、プッシュ操作を行っているということです。で、プッシュを行うた,ための条件があって、それ何だったかっていうと、このトリレベルの差が1だっていうことでした。で、これは重要。で、そうすると、じゃあ、この式を見ると、DV は DU-1 に等しいということがわかります。で、これは、 まあ、マイナス1はプラス1より小さいから、du プラス1かなっていうことがわかるなと。つまり、この示しなかった不等式が得られるということになって、このように追加されたここに対しても、ここに書かれている不等式が成り立つなっていうことがわかりましたということになって、今ちょっとなんか割と早くやってるので、えっと、紹介しきれないかもしれませんけども、えっと、 物の本とかにはこの部分は簡単と書いてあるので皆さんは自分で証明しようと思って自分でやってみると私が書いたものと同じことが多分得られると思いますので絶対自分でやってみてください。はい。ということで、えー、っと、もう一度まとめに戻るとですね、今日はこのプッシュ調べる方をご紹介しましたということになります。で、次回は計算量の評価を行って最大量の話が終わりになるという計画でいます。はい。ではこれで今日の授業は終わりになります。 えっと、じゃあ終わりになりますので、えっと、Google Classroom の方から今日のコメントを出して終わりにしてください。では、ありがとうございました。